太郎くんとこまで行きましょう。ヤドリギとか、セレスタルアーマーも出ちゃったんだよな。お金ないから多分、そんなに強化できない生きてんじゃん。来ねえのか。あ、やられてんな。さすが。ここは影縫いが非常に決まるとこです。いた。いや、ちょっとアップグレードにどれぐらい金かかるか教えてくれよ。ミラちゃん。あ、2ビーロできる。16万金ないよ。あ、セレスタルアーマーは4万8000円。そんならいいか。黒鉱石。紫水晶。38万。そりゃダメだな。紫水晶、ワイトだっけ。黒と紫あるか。あと、アサルトブーツ。ああ、これあれだ。なんとか、スケルトンだ。スケルトン、でっかいスケルトンだっけ？ブルートだっけ？戦機の角ってあれか。エリミネーターかな？これもらうしかないな。34万、金ないな。商品の売却。ちょっとね。覗いてみるか。ワイトがいれば。水晶が手に入るかも。あまり強そうなのいたらやめとこう。ん？それで終わりってことはないだろう。あっちになんかいたすけると思う。ソーサラってやつだ。こんだけか。あ、スケルトンロードいた。やられた、死んじゃうこれ。影縫い。影縫い役立つなぁ。あ、騎士のエンブレム出た。あ、違う、あれ？違ったよ。もう一個別のやつがあるんだよ。なんだっけ。なんとか板みたいな。騎士のエンブレムよりもう一個の方が、なんか、ミラちゃんか誰かなのか。もう出ないよね。アイテムはいいや、どうでも。うん、岩しめじだけ欲しい。何があった？狂犬薬か。そんなもんなんだよな、ここにあんの。あと、ムーンストーンとかそんなんじゃない。